次の質問をお受けします。木下さん、フリーの木下です。まあ、先ほど の、 あの万博に関しては教育機関への情報提供というところでお聞きします。ちょっとまああの学校の先生なんかともお話しさせてもらってたんですけれども、一つはおっしゃる通りこうルートとかですね、まあ、会場内の避難とかがまだ見えてきてないというところが一つ大きいと思いますけれども、ちょっと不安に思ってある一つがその教会の方もですね、その情報公開というところですね。可燃性ガスの引火の事故に関してもですね、ちょっと何回かに分かれて情報が出てくるような感じでもありましたし、そのデメリット的な情報が何か隠されてるんじゃないかっていう不安を覚えてあって、まあ、例えばその渋滞のところなんかもそうなんですけども、大阪メトロとそれからバスで行く場合にもですね、まあ、ものすごい具体的な話でいうと、そのメトロなんかでこう子どもたちを集合させて並べてですね、やっていくっていうのがもう非常に難しい。まあ、JR の駅なんかでもそこに並んでられてやってはるったりもするんですけど、そういったところを、まあ、ちゃんと考えてくれてて、この計画があるんだろうかっていう話、ですから、まあ、そういった具体性のところと情報公開のところを、まあ、どのように考えられてるか、もしありましたらお願いします。はい、まず最初に情報公開の方は、これは、まあ、これまでの囲みでもお伝えしてきたところですが、まあ、可能な限りやっぱり不安に思われる方もいらっしゃいますし、決して隠してるわけではないんですけども、何か情報を公開しないこと、いわゆる公開条例に、公開条例の非公開情報に当たるから公開しないという判断をしたがゆえにですね、なんか隠してるように思われては、これは本意ではないのでですね、可能な限りやっぱりお伝えできるものは伝えていくべきだというふうに思います。現場の写真一つ撮ってもなんか途中で切れてるから、やっぱりもっと右側ひどいんじゃないかとかですね、そういう疑念にもつながりかねませんので、調査についてはさまざまな機関が入って進めておりますし、その間で調査が分かったものはですね、限り伝えていくというのは重要かと思っています。不安に思われるお声にですね、しっかり回答していかないといけないというふうに思っています。で、交通手段の確保については、これはちょっと重要なところだと思います。その、まあ、メトロに乗るにしても、ホームにその全学年どうやって並ぶねんとかですね、オペレーションどうすんねんっていうお声が、不安の声が出るのは、これはもう間違いないと思いますので、このあたりをどうその不安の面を解消していけるのかっていうところは、しっかりちょっと不安が解消できるように、これはもうメトロだけじゃないんですけど、関係機関を挙げて適切に情報が伝えるようにしていかないといけないなというのは思っております。あと関連してですけれども、はい、教会の方もですね、輸送計画とかもその平時の対応というのはかなり事細かくやってられると思うんですけども、その有事の対応、つまり前もちらっと防災のところで言いましたけど、伊目前大橋とかですね、伊目崎トンネル、まあ片一方でも使えなくなった時どうするんだっていったようなところが、なかなか全然見えてこないんじゃないかなっていうことをおっしゃる方もいらしてですね、それでまあ、両方とも防災のところに絡めて言いますと、両方とも使えなくなるが依然性は低いんじゃないかということもおっしゃってましたけれども、その万博のですね、委員会の中で IR の方からの事例ではありましたけれども、ルートがですね、使えなくなった時のことも幅広に検討しておくようにっていう指摘が国の方からあったということを言ってて、だからその使えなくなった時っていうのを考えないといけないと思うんですね。それを踏まえて、ちょっと以前に防災のところで夢島の孤立化みたいな話させていただきましたけれども、その後教会の方となんかこう連絡取られて、なんかそちらの方の対策も進められてるっていう感触はありますでしょうか。万博における、いわゆる防災基本計画やったかな、は昨年の12月に大きな方向性は示されていると思いますが、これに基づいたアクションプランというか、それについては今年の夏頃に
出されるというふうには報告は受けておりますので、この間の質疑や、やり取りや課題について私自身は、大阪府市の推進局を通じて意見は伝えておりますけれども、現時点でまだ防災の具体的なアクションプランについては今時点でまだ状況はいただいておりませんので、まずはこの夏ごろに出るそのアクションプランを十分チェックしてから、また必要に応じて対応協議するものがあればしていかなければいけないというふうに思っています。そのアクションプラン、前も言いましたけど、今いろいろ聞いてるのはちょっとできてからだと変えられへんのじゃないかっていう懸念があるっていう話しましたけど、アクションプランができてからでもここはちょっとまずいから変えようねみたいな話はできていけるっていうことでいいんでしょうか。大阪市が対応しないといけない範囲がもしあればそれは改善というかさらに協議ができるとは思うんですが、どこまでやるかっていうのはもうこれ木下さん、これまでも僕もお伝えした通り、そのどこまでの蓋然性をあるものを想定してフォローしていくかと、考え出すとちょっとキリがないわけでして、想定するその震度や時間帯や津波、海の高さで津波高潮の来る想定、南海トラフなのか、どの地震を想定してどの揺れを想定するのかっていうのは、これはきっちりデータに基づいてそれを想定していくので、なんかそれを超える可能性が否定できないから全てを想定しておかないと安全ではないっていう議論は少し乱暴だと思います。で、一定の基準に基づいて想定はしますけど、でそれをなんか穴がぬあんま考えられないんですけど、アクションプランの大きく穴が抜けてたりですね、なんかより検討が必要なところで、大阪市が検討すべきものについてはこれは検討しないといけないと思うので、ただいずれにせよ今はアクションプランについていろんなお声をいただいているところ、これ僕が多分伝えるまでもなく、もう協会側も推進局側もこれ認識してますので、この間の議論も含めてアクションプランを確認して、もちろん声を届けていきますけど、アクションプランを確認してさらに必要があるところについては協議して対応を決めていきたいと思います。最大のものは南海トラフ、震度6弱のマグニチュード 9.1 でしたかね、これが想定するもの、ここも想定するということでいいんですよね。想定がそうなってたはずなんですけど、南海トラフを想定して、アクションプランなんかなぜ今それで進む、基本南海トラフを想定して大阪市内の防災マップも描かれてますので、それを超える震度ってもうなんか局地的な上町断層地震が起きたらとか、そこまで想定するとちょっと話がもう見えなくなってくるので、まずはもう従前からリスクが指摘されている南海トラフについて、大阪市内もそうですし万博寺もアクションプランを作っているというふうに認識しています。南海トラフで十分その夢島の孤立化っていうのがあり得るっていう専門家の方もいらっしゃってますので、また改めて聞かせていただきます。次の質問をお受けします。